はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのパワプロ2018発売記念ガチャを引いていきたいと思います。アニバーサリーの前に出たやつですね。でバナーキャラはナヌーク、サンバ新島ちゃん、ナナイ、江戸川くんになってまして、で自分はこのうちサンバ新島ちゃんと、ナナイを持ってないので、今回ですね、まあ、バナー SR 確定が3回目まであります。で前回のねアニバーサリー記念ガチャでチケットを手に入れて、まあ、7位ね、取っていこうかなとも思ったんですけれども、ちょっと先にねこっちを引いてから、チケットの使い道を考えていきたいと思います。じゃあまず単ガチャ1回引いてから10連に移りますか。ほい、単ガチャね PR 以上確定だと嬉しいんだけどね。 R だからね。ナヌーク、あ、そうだ、ちょっとボックスがあれだね、少し、余っちゃってるので。でちなみにねアニバーサリー今ね引けない状態になってるんで、まあ、チケットの消費は次回に回していきたいと思います。で前回のねガチャでも言ったんですけど、ちょっとボックスはねキツキツになり始めてきてるんで、ガチャを引くときはちょっと倉庫からね適当に回していきましょう。移動して満杯にして、プレゼントボックスにね全部送られるような感じにしていきます。でミキサー祭りが来た時にプレゼントボックスから引き出して全部ミキサーかけていくと、まあ、そういう方向で今のところは一応ボックスをやりくりしてます。じゃあプレミアムのこちらね、じゃあ10連ガチャに行きましょう。ここは SR1 枚確定ですね。一応厳選57キャラのみ出現ということなので、通常時よりはまあいいキャラが出てくるのかな。あと限定キャラも混じってたりしたような気がするんで、よし2個入ってる。おお、サンバ新島ちゃん、よしよしよし、幸先はいいね。7位の PR、おー、ノーミさんも出た。これは初回だけでかなりいいな。やっぱりねこういう厳選キャラのみ出現っていうのいいよね。こう全体的に見て今のところ別にうわこれ外れだみたいなのいないですからね。あ、そうかケイドウ君届くのか。まあ7位を求めてね20連目も引いていきましょう。ここはバナーが確定ですね。まあ、他にね江戸川くんでもナヌークでも全然解放していけば強いキャラなんで、ここは1枚バナーキャラ、どなたか反転すればナヌークか、反転すれば7位なんだけどな。江戸川くんだらけ、いいね。7位の PR はね本当に嬉しい。7位のね PR 結構溜まってるんで、まあ、チケットで7位を取って PR ぶち込む感じになるのかな。じゃあね3回目も引いていきましょう。本当はねただね石の方はなんていうの、今パワチャレがナルミじゃないですか。俺結構ガチで走ってるんで、ちょっと3回目引く前に尺つなぎとしてパワチャレね、ナルミくんが今回登場して、まあこのねチケットからも引けるっちゃ引けるんですけれども、やっぱりね PSR をね1体ね確保しておきたいんですよ。でまあ、昨日というかその30日に日付が変わった時に割と頑張ってねスタートダッシュを決めて今のところ61位ですね。まあ、PSR 自体だったらどこまでいけるんだっけ、500以内に入ればとりあえず1枚もらえるんだっけ。ごめんちょっともう一回見る。まあ、こういう時に、ね、枠がね広がってるんで、チャレンジの方かで全国ランキングだよね。そうだね、 PSR は一応500位までに入れれば、まあ、1枚ゲットできると。あとなんか今回ねブーストみたいなのがね5月1日から使えるようになってるんですけれども、一応それまでにね少しスタートダッシュを決めて、まあ、平日は自分仕事なので、まあ、休日でどれくらいできるかといったところですね。チケットはあのプレゼントボックスにあるやつはもう全部あの書き出してきました。でサクセスをやるとね最初割とチケットはもらえるんですけど、だいたい2回目くらいまででね
30枚くらいもらえるのかな。まだサクセスは1人しか作ってないので、ちょっともう1人作ってチケットを、ゲットしていく感じですかね。であとは時間との勝負、どんだけできるか。本当はねパワープロ2018とかもねやりたかったんですけど、今週はちょっとマジでガチで走るんで、ちょっと動画の本数はねもしかしたら少なくなっちゃうかもしれません。まあ、そこはすいません、あいつ走ってんだなと思ってください。じゃあ3回目ですね、聞いていきましょう。ここで7位が出てくれればな、超嬉しいんだけどな。確率は1/4、まあ、ただもうすでにサンバ新島ちゃんをゲットしてるので、まあ満足といえば満足。2枚、いいね。ナヌクか、ナヌクは45に近づけるかな。バット丸島とかいらないね。あーサンバ新島ちゃんいいね。てっけどくんと、じゃあもうここは、あそっかチケット使えねえんだイビキャラボックスが満杯だからね、ガチャを引くことができません。ちょっと一人だけか。まあ、こういうねこまめな作業もねやっぱり必要だからね。まあちょっと SR じゃないキャラ、大丈夫、博士でいいでしょう。これ299になったんで、ね2周年記念は7位を取っていきます。もう7位ほんとガチャから出ないよ。ずっとね7位が復刻した時とかね引いてるんですけど、7位マジで出ないわ。いや今回のチケット、まあ、ちょっとここら辺も溜まってるけど、アニバーサリーの時に引いていきますか。2周年記念 SR 選択権、まあ、前回も見ましたけれども一応こんな顔ぶれにはなってます。で自分の中ではもうここはサンバ新島ちゃん取ったんで7位一択ですね。いやようやく来たよ七井くん。ガチャの演出があるんだっけ。ほい来ました、ありがとうございます。ようやくゲットですね七井くん。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。なるみはね本当にね優秀キャラなんで、できればねそのねゴールデンウィークって遊びに行く人とかも多いと思うんですよ。でうわ遊びに行くから走れねえよーっていうのをねちょっと狙って、俺は今回あのゴールデンウィーク全然予定ないんで何もないんで、走っていきたいと思います。できれば PSR 一体確保して、まあ時間をかけて50まで上げていきたいですね。というところでじゃあ今回は終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。